台風で被災した大井川鉄道の復興を願うチャリティーイベントが今日菊川市で開かれました。悲しみ喜び、今日菊川市の文化会館で開かれた静岡大衆歌謡連盟の歌謡祭は、歌でつなごう心の輪をテーマに掲げていて、29回目となる今回は大井川鉄道の復興チャリティーが目的です。大井川鉄道はおととしの台風15号の大雨で土砂崩れなどの甚大な被害を受け、いまだに本線の半分の区間で運休、全線復旧に向けてはおよそ22億円かかる見込みです。今日は受付で募金を募った後、およそ100人の出演者が思い思いに歌を披露し、鉄道の復興に向けて心を一つにしていました。